夏休みだからといって夜更かししたり冷たいものばかり食べているとお家にお化けが来ちゃうかもしれませんよ。ゲームしてるの？そろそろやめなさい。もうゲームやめなさい。ジュー。はーい。あ、そういえば冷蔵庫にプリンあったよね。食べようっと。プリンプリン。おいしそう。ほら、もうすぐご飯の前でしょ。ダメよ。そう。ともちゃん、ちかちゃん、ご飯よ。うわー、美味しそうな唐揚げ。唐揚げ大好き。ほら、唐揚げばっかり食べないの。お野菜も食べなさい。はーい。お風呂入った？歯磨いた？早く寝なさい。寝なさい。うるさい。もうやだ。お母さんなんかうるさくて嫌だよ。お母さんなんか嫌い。夏休みだしさ、深掘りしちゃおう。そうだね。夜中に飲むコーラって最高だよね。飲んじゃおう飲んじゃおう。え、いいの？いいの？いいじゃんいいじゃん飲んじゃおう。なんか歯磨くのめんどくさいな。いいよいいよ、歯なんて磨かなくてめんどくさいでしょ。え、ほんと？やった。バスさん優しい。お野菜も食べなくていいし、お寝坊もしていいんだよ。お母さん優しいでしょ。うん、優しい。なんかこのお母さん怪しいな。じゃあさ、今から公園行こうよ。夜中の公園きっと楽しいよ。公園でさ、お菓子食べよう。夜中の公園大丈夫だよ、お母さんと一緒だから絶対楽しいよ、行ってみよう。行こうよ、行こう行こう、行こう行こう。このお母さんおかしい。このお母さん変。一体、何するの？お母さんの部屋行こう。どう？破られたか。お母さん、お母さん、お母さん怖いよ。お母さん怖いよ。
今何時だと思ってるの？明日起きれなくなっちゃうでしょ。早く寝なさい。あー、いつものお母さんだ。え、どうしたの？何か怖いことあったの？大丈夫、大丈夫。一緒に寝ようか。うん、明日早起きしようね。うん、夏休みだからといって夜更かししたり冷たいものばかり食べているとお家にお化けが来ちゃうかもしれませんよ。